三菱重工業三菱重工業神戸造船所地図三菱重工業神戸造船所は神戸港内にある三菱重工業の造船所三菱重工業下関造船所と三菱重工業長崎造船所とともに三菱重工業の主力造船所工場の一つ正式名称は三菱重工業株式会社神戸造船所略称は上船 明治時代の三菱重工神戸造船所、神戸造船所1905年7月20日に創業した三菱重工の機関造船所の一つ、コンテナ船、潜水艦、深海潜水調査船などの高付加価値船の建造を得意とする。神戸市兵庫区にある本工場と赤石市二見町にある二見工場三菱神戸病院からなる。 戦後の過度経済力集中排除法による旧三菱重工業の分割で誕生した新三菱重工業はここを本社とした。1964年、神戸造船所から大型原動機部門が独立し、三菱重工高砂製作所となった。また、三菱電機はここから分かれてできた会社である。そのため、同社の事業所が現在でも隣り合っている。 造船所には珍しく施設内に史跡があるのも、この造船所の特徴でもある。和田三崎砲台は、神戸市兵庫区にある砲台跡。国指定の史跡で、和田三崎の先端近く、三菱重工業敷地内に残る。かつ改修の設計で1863年着工、翌年完成。実践には使用せずに終わる。工場内にあるため、一般公開時以外は、 予約が必要。1973年にはデミング賞事業所表彰を受賞。なお、2012年6月で神戸造船所から商船建造撤退、長崎造船所と下関造船所に統合して、神戸造船所は潜水艦建造に特化させる再編計画が発表されている。昭和11年に三菱重工業神戸造船所にて製造された、 国鉄 C56 形状機機関車44号機の製造プレート、ありがとうございます。